パドレスとの地区シリーズがドジャースの勝利で幕を閉じたもののこのシリーズから発生した不足の事態が依然としてファンの間で多くの議論と論争を引き起こしている最近ドジャースの選手が生放送での不注意な発言に対してテレビ局に公開謝罪をしなければならなかったこの物議を醸した発言をしたのはエンリケ・ヘルナンデスがパドレスとの地区シリーズ第5戦後エンリケはフォックススポーツのインタビューに応じた今年のチームの違いについて質問された時 彼は生放送で不適切な言葉をうっかり使ってしまった。最初、ヘルナンデスは普通にインタビューに答えていた。しかし、少し間を置いてから、突然、これは生放送ですかと尋ねた。ケンローゼンタール記者から、そうですと答えられると、ヘルナンデスは一連の卑猥な言葉を含む、罵り言葉を口にした。ローゼンタール記者は、急いでインタビューを終わらせたが、ヘルナンデスの発言は、全国に放送されてしまった。 ヘルナンデスはパドレスのダルビッシュ有からソロホームランを放ちドジャースの緊迫した勝利に大きく貢献した試合後のインタビューで感情が高ぶったため彼は不適切な言葉を無意識に使ってしまったアメリカのメディアはすぐにこの事件を報じたザ・デイリービーストはヘルナンデスの行為と発言を容認できない行為として非難したヘルナンデスはホームラン後に下品なパフォーマンスを行い生放送で意図的に禁じられた言葉を使ったと彼らは述べた これにより、視聴者は驚愕し、良くない印象を残した。記事はさらに、ヘルナンデスの行動は、彼自身のイメージを損ない、MLB や FOX スポーツにも、重大な結果を引き起こす可能性があると指摘した。ニューヨークポストはさらに、MLB は、この行為を見過ごすことはできない。ヘルナンデスは、罰金、警告、または、試合出場停止の処分を受ける可能性があると述べた。アメリカ連邦には、放送やラジオでの卑猥な言葉の使用に関して、厳しい規定がある。 従って、フォックススポーツも、この事件により、罰金や、場合によっては、放送免許の取り消しなどの処罰を受ける可能性がある。この発言は、瞬く間に、メディアや SNS で広まり、ファンから様々な意見が飛び交った。ファンからの猛烈な批判を受けて、翌日、ヘルナンデスは、自らの発言に対して、こうに謝罪した。彼はこう語った。パドレスとのシリーズは、非常に緊迫したもので、昨晩の試合後、私は非常に興奮していました。 生放送で使うべきではない言葉を言ってしまいました。もし誰かを不快にさせたのなら、心からお詫び申し上げます。ヘルナンデスの謝罪は一部のファンからの理解を得た。多くの人が、選手が緊迫した試合後に、感情に支配されることは、理解できると考えている。ロバース監督も、ファンからの猛烈な批判に対して、ヘルナンデスを擁護した。ヘルナンデスだけでなく、アメリカのスポーツ全体が、時に非常に熱狂的であり、日本とは全く異なると彼は語った。 ヘルナンデスは決定的なホームランを打ち勝利を収めました。そのため彼の感情は制御不能になってしまったのです。ヘルナンデスは素晴らしい人物であり、彼の発言はただ試合後の感情が高まった結果でしかありません。ロバーツはまたファンに対してヘルナンデスを許し SNS 上での攻撃や批判をやめるよう呼びかけた。彼が率直に自分の過ちを認め謝罪したことが重要です。これ以上責める必要はないと思いますと彼は述べた。 それでも、ヘルナンデスは、特に生放送中には、言葉遣いをもっとコントロールすべきだという意見もあります。ファンの一人は、彼が自分の過ちを認めて謝罪する姿は、とても可愛いです。重要なのは、彼が過ちを認め、改善しようとすることですとコメントしています。別のファンは、ヘルナンデスの状況を、鈴木一郎が生放送で物議を醸した時の発言と比較し、ヘルナンデスが、この出来事にどう対処したかを指示しています。 一方、ドジャースとパドレスの間のシリーズの緊張感について、多くのファンが議論を続けています。あるファンは、パドレスとドジャースの激しい競争の中で、ヘルナンデスが感情に流されるのも、無理はないとコメントしています。彼の発言は不適切でしたが、それは勝利後の喜びの結果です。謝罪したものの、多くの人は、ヘルナンデスが感情を表現する際には、もっと自制すべきだと考えています。 あるファンは、私はヘルナンデスが大好きですが、特にテレビ放送中は、もっと感情を抑えて欲しいです。それでも、誰でも間違えることがあり、重要なのは、その過ちを認めることですと述べています。さらに、私たちは、日常会話での F ワードの意味と、役割についても考える必要があります。F ワードは、スラングの一種であり、ポジティブな意味から、ネガティブな意味まで、様々な使われ方をします。多くの映画やテレビ番組では、この言葉がそのまま放送されています。 したがって、ヘルナンデスは、それを単なる面白い冗談と考えて、本能的に使ったのでしょう。パドレスとの乱闘に巻き込まれた、ジャック・フラハティも、同僚であるヘルナンデスに共感を示しました。彼は、感情は人間が最もコントロールしにくいものだと言います。試合中ずっと集中して戦った後、ヘルナンデスは、おそらく感情の高まりに支配されてしまったのでしょう。大谷や山本がこの言葉を使ったら驚くかもしれませんが、ヘルナンデスなら、あまり驚きません。 それは彼の人生で最も感情的な瞬間だったかもしれません。フラハティはみんなもっと寛容になって許してほしいと結論付けました。多くのファンはヘルナンデスが非常に衝動的で感情をコントロールできない性格だと考えています。インタビューでの暴言以外にもヘルナンデスはホームラン後の祝福のパフォーマンスについてメディアから批判を受けています。ホームプレートを通過した後、ヘルナンデスは同僚のギャビン・ラックスと下半身を接触させるという奇妙な祝福を行いました。 この行動はすぐに賛否両論を巻き起こしました。ニューヨークポストは不適切な祝福として強く非難し、多くの SNS ユーザーにとって、これは理解し難い、受け入れられない祝福行為だと指摘しました。スポーツイラストレーテッドも同様の意見を持ち、MLB の公式ビデオがこの祝福の部分をカットしているにもかかわらず、ヘルナンデスの行動は不適切だと考えています。 記事はさらに、ヘルナンデスが、この行動を初めて行ったわけではなく、シリーズ第4戦で、ギャビン・ラックスもホームランを放った後に、同様の行動を取ったことを指摘しています。ファンコミュニティでは、ヘルナンデスの発言や行動が、どのような結果をもたらすかについて、議論が続いています。あるファンは、アメリカではヘルナンデスが使ったような言葉は日常的に見られるが、テレビ放送では禁じられているとコメントしています。 ギャビン・ラックスは、ヘルナンデスと共に、物議を醸した祝福を行ったことについて、同僚を擁護し、自分自身を弁護しました。彼は、ヘルナンデスは、自分の行動で誰かを不快にさせる意図はなかったと考えています。ヘルナンデスは、エネルギーと情熱に満ちた人ですと、ラックスは述べました。彼は、常にチームに喜びとモチベーションを与えたいと思っており、特に緊張した場面ではそうです。その祝福は、重要な勝利の後の興奮を表現したものであり、 何かネガティブないとはないと思います。多くのファンは、ヘルナンデスは、本質的に非常に温かく、仲間を大切にする人だと考えています。パドレスとの第5戦の前に、山本が精神的に落ち込んでいた時、ヘルナンデスは、山本を誘い、カフェで約2時間話し合いました。山本は、この重要な試合の前に、ヘルナンデスが励ましてくれたことに、感謝の意を表しました。最初の試合後、ヘルナンデスを含む、多くの人々が、私を励ましに来てくれました。 多くのポジティブな励ましの言葉をもらいました。ヘルナンデスの気遣いと応援に本当に感謝しています。ヘルナンデスは実際には彼が山本に感謝しなければならないと語っています。今夜、私は吉野部について多くの質問を受けましたが、私の答えはいつも同じです。ドジャースが彼に多大な投資をしたのは、彼が将来的に偉大な選手になる可能性があるだけでなく、すでに優れた投手であるからです。確かに、危険の行動は、称賛されるべきものではありませんが、 彼は単に勝利とホームランの後に感情が爆発しただけです。重要なのは彼が率直に自分の過ちを認めて謝罪したことです。問題はこれが生放送だったということであり、実際には F ワードは日常的に耳にするものです。さらにヘルナンデスは特定の誰かに対してそれを言ったわけではありません。アメリカではパドレスもそのようなチームとして知られています。試合前の解説ではタティスとマチャドはこのスタイルで称賛されていました。 したがって、それを好む人にとっては、ヘルナンデスの、挑発的な性格が好きでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。